ということで、今度は新旧を織り交ぜてということでね、アンプの方が、モデル30ですね。で、CD プレイヤーが SACD30N から SA12OSE に変えました。はい、で29万8000円、こちらが29万8000円から35万円になりましたね。デザインがね、これ大きく違うんですけれども、まあ、このデザインの違い以外にネットワーク入力を持たないということもあるんですけど、それ以外にこの SA12OSE の特徴って何かありますか？やっぱり専用機だっていうのが、はい、ここと比べると、はい、前の SACD30N と比べると大きなところだと思います。先ほどモデル 40N、うん、ネットワーク付きのものと、モデル30比べるときと話は少し一緒なんですけれども、はい、29万8000円と35万円で5万円の差なんですけれども、はい、SACD30N はネットワークも入っているので、はい、まあ、それもう少しちょっと価格差みたいな、いわゆるグレードがね、ちょっと高い。クラスとしては少し差があるかなというふうに。それも音が良くないといけない。そうですね。で、この12OSE なんです。OSE っていうのはオリジナル、うん、スペシャルエディションっていうんですけども、うん、今回のもう OSE の前には、うん、ただの SA12、PM12 っていうのがありまして、うん、ありました、はい、その後、それを日本専用モデルとして、うん、特別にチューンアップして、はい、販売している日本限定モデルというふうになっております。で、どこが、まあ、グレード感で、シャーシのグレード感が変わってるんですけれども。そうですね。見た目いいですよね。そうなんです。この、うん、いわゆるこの見た、この筐体とこの筐体自体にグレード差はないんですけれども、うん、単純に OSE になって、うん、厚い鉄板になって、5mm の鉄板を使ってます。はい。それと、フットの方も、アルミ削り出しのインシュレーターになっていたりとか、あれがやっぱり、あれめちゃくちゃ良かったですよね。そうですよね。チェックしましたね。ものすごく透明感が、はいはいはい。ですね、ここ見えないんですけど、動脈シャーシになってます。ですので、まあ、SM 感みたいなところも、そういったところから寄与している、まあ、おごったスクリーンになっているという感じだろうと思います。で、先ほどね、ちょっと新発売されたティアクの VRDS701 が CD 専用機ということで、あれはまあ、CD しかかかんないですね。で、CDRW もかかりますけど、基本的には、PCM の 44.1kHz、16bit のデータしかかかんないということで、で、こちらはですね、データディスク読むじゃないですか。はい。で、これは SCD30N もデータディスク読みましたっけ？あ、読めると思います。あ、はい。で、まあ、ディスクに記録したですね、ハイレゾの音源が再生できるっていうのも、すごく特徴的なんですけど、それの対応フォーマットって、はい。分かりになりますか？ええ、対応フォーマットは MP3 WMAAC と、はい、主形ですね。はい、で、WAV、はい、FLAC、あと、ARAC、はい、IF、そして DSD ということで、はい、まんべんなくできますね。はい、1224、PCM ね。PCM、はい、DSD は 5.6。はい、まあ、基本的にUSB 入力とか、USB メモリに記録したのと同じデータをディスクに DVD-R に変えても読めるということですね。そうですね。CD-R じゃないですよね。これ DVD-R も読めたと思うんですけど、記録するのは。CD-R と。DVD-R も CD-R もどっちもいけるんですね。はい、ただ CD-R、RW では DSD ファイルは再生できませんと。ということなので、まあ、VRDS701 のとの、大きな機能面との違いとして、はい、やっぱりSACD を含むディスクの再生の対応能力が圧倒的に広いということね。はい、これはまあ D&M も同じかな、デノンも同じかな、D&M オリジナルメカによる能力というか、はい、再生能力の広さということが一つ言えると思います。はいはい、入力のお話をさせてもらってなかったので、はい、ここで説明させていただきます。はい、まずは、入力の方は、同軸と光が、1系統ずつ、はい、あとは USB メモリーの USB-A ですね。はい、あとはこれは、はい、あれですね、USB メモリーを挿すと大変なことになるやつですね。そうです。100曲あるとどれをやろうか大変なことになる。そうです。ちょっとこれはHEOSにね、対応しているやつであればライブラリー機能があるけれども、これはライブラリー機能を持たないので、USB メモリーからファイル再生する場合には、できる限りあんまりたくさん楽曲を書かない方がいいですね。そうですね。あとこれは、
SACD30N と違って、はい、日本語再生が日本語が表示できないので、なるほど、あの結構か、まあ、ある程度自分でこれは大体この辺に入ってるっていう少ないディスクの方が、あ、メモリーの方がおすすめです、まあ、ある程度なんちゃってですね。だからそれであればもう普通に PC とつないで USB 入力で鳴らす方が全然いいですもんね、はいはい、そうですね、はい、そして、まあ、今の PC オーディオの USB-B がついてます、はい、出力系ですけども、はい、ヘッドホン出力が、ございまして、はい、あとはデジタル出力として同軸と光を1系統ずつ持っていますと。でアナログ出力は XLR はついておりませんので、RCA の出力があります、はい、これ上級モデルの S 設定になるとバランス出力がついてくるんですね。そうです、あの、はい、回路自体がバランス構成に変わるので、まあ、我々のポリシーはその回路に合わせた端子をアップグレードするわけですね、はいはい、分かりました。ということで早速あのタイタニックの SACD、はい、こちらから聞いていこうと思います。高見さんいかがでしょう。あ、やっぱりあのグレード差は出たなという感じはします、うん、あのトーンとしては基本似てたと思うんですけども、うん、あの静寂感がすごくこう増して、うん、あのトーン自体がこう、まあ、なんていうんですかね、まあ、静かな中に音がポンって出てくるような表現が、ね、はい、あのこれはね、まあ、今はなきというかパイオニアがね、はい、あの一番最後に CD プレイヤー出したんですけど、ええ、USB 入力省いたんですよ。USB 入力をつけると音が悪くなるということで、うん、まあ、これはなぜかというとあのコンピューターと接続するためのね、例えばネットワークとか USB の、回路をつけるとですね、やっぱりその回路から結構高周波で動くので、あの高いクロックで動くのでノイズが出るんですよ、うん、だからやっぱりその分あのネットワーク基盤を外したことによる SN の量化、SN がすごく良くなってるんで、まあ、高山さんがおっしゃったように静寂感がすごいですね。だからあのバックグラウンドノイズがすごく少なくて、本当にこう静かなところから音が出てくるという、はい、あの高級機らしいあの雰囲気が醸し出されてたんじゃないかなというふうに思います。でちなみにあの SACD30N とか CD 再生の時にあのネットワーク入力が切れとかそういう機能はあるんですかね。あ、切れます。機能はついてますけど、先ほど聞いてもらった時には両方、うん、あ、ネットワークは生きたままだ、そのままの出荷状態のままで聞いてもらってる感じですね、はい、だから切ればもう少し SN が良くなったかもしれない、ええ、それはあの静寂感は増したと思います、はいはい、まあ、いずれにしてもやはりあのこのボディもしっかりしてるし、まあ、そういう意味で一つずつ あの音のきめ細さか、きめ細やかさとか、はい、あの粒立ち感はかなり良くなったというふうに思いました、はい、では次はあのバトルスターギャラクティカね、はい、CDR 聞いてみようと思います。
バトルスターギャラクティカの CDR を聞いてましたけど、これはいかがでしょうか。これも、まあ、あの根本的には先ほどのとあまり変わらなく、うん、あの SACD30N と、うん、まあ、系統的にはやっぱり似ているんじゃないかなと思います。はいはいはい、であの周りの奢っている分 の, あの足であったりとかですね、うん、その分ちょっと透明感があったりとか、うん、あの接着感があったりとかってし、うん、はしますけれども、はい、逆に言うと SACD30N もよく頑張ってるなと。そうですね、あの、はい、やっぱり後で作られた分あの随所に、まあ、コストダウンということはないんですけど、やっぱり筐体とかね、足とかね、はい、まあ、あのこちらの方がコストがかかってると思うんですけど、あの SACD30N がですね、あの29万8000円という値段も安くなって、え、いろんな部分にあのコストダウンはしてあるはずなんですけども、まあ音はですね、 SCD30N100 としてこれが、まあ、じゃあ150かというとそれはちょっと違って、まあ、110、120、僅差だなっていう、うん、もしかするとあのシルクケーブルをいいのにするか安いのにするのかぐらいで逆転してしまいそうなぐらいなので、やっぱりこれもあのデザインの整合、今のところね、デザインの整合性ということを別にすれば、あの新型の SACD30N でも十分あの納得できる音は出てるのかなという感じがいたしました。はい、では次はあの SACD ね、3曲目、Tell Me All About It を聴いてみます。Touch, I shiver. Just body language, can you blame it? My love's like a raging river, and I think you're the one to tame it. You're the quiet, shy type. You always whisper, never shouting. Ooh, baby, you are my type. Why don't you tell me all about it? I got ways to make you tell me all SACD のね、テルミオールアバートといかがでしょうか。はい、あの、はい、すごい滑らかなトーンで、うん、あのとても良かったと思います。はい、はい、まあ、ただ先ほどから申し上げてますけど、うん、中身の構成も SACD30N とディスクリートダックも一緒だったりとかいうの、はい、構成自体が非常に似通っているので、方向性はやっぱり似てるなという感じですね。あ、やっぱりね、あのこ の, あのスペシャルエディションということで、はい、あの随所にあの根室パーツをね、はい、使っていらっしゃると思うんですけど、やっぱり中広域の、はい、あの透明感とか広域 の, あのキラキラした感じ、はい、こっちの方が全然強いですね。そうですね、はい、だから、まあ、あの特に広域の再現性にこだわられるんであれば、はい、まあ、あのメリットはこの、はい、SA12OSE を選ばれるメリットは十分にあるんじゃないかなという感じがいたしました。はい、はい、次はですね、ラブですね、SHMCD、はい、こちらを聞いていこうと思います。L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore and love.Is all that I can give to you.
Love is more than just a game for two. Two in love can't make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. SHMCD でラブを聴いてみましたけど、いかがでしょうか。すごい良かったですね、うん、あのこうノリも良いし、うん、あの安定感もあるし、はいはいはい、あの聴いてて楽しかったです、はいはい、ちょっとねやっぱりねウォーミングアップが、一応で通電はしてたんですけど、どんどん良くなってるんで、やっぱりウォーミングアップ あの影響があったのかな。やっぱり最初の曲とかはやっぱり、まだちょっと温まってなかったのかな、ね、今のラブなんか聞くと全然いいですもんね、いいことですね、はい、うん、でもやっぱりあのサシスセソとかやっぱり強いんで、やっぱり攻撃 あの出方っていうのは、はい、あのこの SA12OSE の方が強いというのは、これはもう一つ間違いなく言えると思いますね。あとはやっぱ SN の良さ、はい、であとはあの、まあ、ボディと足がしっかりしてる分、一つずつの音 あの塊感とかね、はい、ガチッとした骨格の良さっていうのはあのあるかな。すごくあれですよね、安定感がある感じがしますね。そうですね、しっかりした音がしますね、はい、という感じはしました、はい、ただまあ、このねアンプとの組み合わせもあるかもしれないですけど、あの音楽を聴いてる楽しさっていうのは、まあ、こうつけがたいかなっていうふうな感じは、うん、やっぱりあの後で作った分だけ、SCD30N はですね、いろいろの今までのですね、なんかノウハウの、まあ、さらにまた一つ、そうですね、うん、熟成した部分、その良さもあるのかなという感じはしました。コストパフォーマンス高いなって感じしますよね。そうですね、上手に作り込んでるなっていう感じがしますね、僕が上手に作り込んでるとちょっと失礼かもしれないけど感じはいたしました。はい、ということで、最後夏の終わりのハーモニーをね、はい、ささやきと昨日の争う声が二人だけの恋のハーモニー、夢も箱CDR のね、夏の終わりのハーモニーを聴いてます。だいぶ温まってきた感じしますね。そんな感じしますね。芳醇になってきてる感じがします。レンジも広がったし、音も細かくなって、やっぱり最初ちょっと冷めてた。あ、冷めてたじゃん。電源入れてましたけどね。電源入れてたけど、やっぱりね、氷を流さないと、ちょっとエイジングって、エイジングからウォーミングアップ進まないところがあるんで、まあ、モデルも古いんでね。あんまり出まかなくて、ちょっと冬眠状態だったんかもしれない。そうかもしれません。冬眠からすると急に起こされて、最初はなんだろうっていう感じが、ちょっと目が覚めてきた感じがするんですけど。素晴らしいと思います。まあでも、はい、基本的にやっぱり、
SSD30N と比べて、SSD30N ってのは非常にあのウェルバランスで、はい、まああの、いわゆる正三角形ね。はい、でこれはどちらかというと、あの、ミッドハイ、うん。あの、低音も出てるんですけど、はい、どちらかというとミッドからハイに、かけて、フォーカス感があるとか、あの、コントラストが強いとか、やっぱり音が細かいんで、うん、まあ、B&W との組み合わせが特にね、その部分が強調されるのかもしれないんですけど、はい、あの中高域 の, あのハイエンド感っていうのはやっぱりこっちの方が、うん、あそうですね、あの、ずっとよくて、やっぱりスペシャルパーツを使ったり、はい、足筐体などにしっかりしたものを使っている分、グレードは確実に高いということは、はい、あの確認できたんじゃないか、はい、というふうに思いました、はい、ということで次はアンプの方を PM12OSE の298,000円を35万円、こちらに変えてどのようになるかっていうのを聞いていこうと思います。